選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、あ、また狼。ああ、これもネタ切れしてるからな。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼のか、お願いします。行ってください。よいしょ。あの、自分占いに出て、あ、どうしよう。はい、5番さん出ますか？いやー、出ちゃっていいっすよ。あ、出ますね、じゃあ。お願いします。はい。いやー、これもさっきネタバレしてるからな。夜が、昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、どうも、こんにちは。まあね、最初なんで何も言うことがないんですけど、まあ僕は白です。白なんで、まあ、この後のね、考察を聞いてね、これからね、決めていきたいと思います。6番のプレイヤーが発言します。おい、5番短いんだよ、短いよ。それは短い、さすがに。短すぎて何もわかんないよ、5番。なんだい、それは。いやー、どうやって狼見つけていくか。いや、難しいね。いや、難しい。いや、5番が難しい。5番から何も落とせないからね。後ろの人困るね、これ。5番と6番に対して。ねえ。いや、難しいと思うよ。まあ、盤面揃い次第ってとこじゃないですかね。はい。5番狼でやってんの？それ。ねえ。どうなの？ねえ。はい。1番くん。なんか笑ってたけど、さっき転校の時。1番くん、頑張ってくれよ。はい、どうぞ。1番のプレイヤーが発言します。ちょっとさ、6番さ、ちょっと短いそれ狼のつもりでやってるし、それじゃもう怪しいよね。あと2番3番4番超短い、ちょっとね、怪しいね。そうだね。そう、あ、6番怪しいね。2番のプレイヤーが発言します。フランツジーです。特に塩田です。ゴールピーチスだけするじゃない、あ、まあ、5発はふざけたいか。6、1が、あ、一応ふざけてるのは1番かな。1戦目頑張ってください。まあ、ふざけてるから落ち着いて、なんだろう、焦ってないな、落ち着いてるからできるかなって思いました。6番さんも5番さんに触れるだけ触れてたけど、なんか進行論っていうか、棋士とかね、占い師が出たらとかの話とかしてもよかったんじゃないかなって思います。まあ、この後3、4が出るのか、占い師で出るのか、それとも平和村か占い師が出ないのかわかんないんですけど、太鼓が出たら精査していって、単体精査していって、場面整理もしていけたらなって思ってます。お願いします。3番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。4番さん白でした。ちょっともう潜伏も考えたんだけど、もうこの場面で4に白を打ったら自分の芯って高いのを分かってもらうためにもう出た。後半に白なんでもう出ました。で、自分怪しく思ってるのは5番さんと2番さん。5番さんがすごくふわついてた。そこがちょっと怪しいのと、あと2番さん。これって占い師ないの、スカス行為ってムラリがないんで、2番さんが怪しいかな。あと1番さんはちょっと、6番さんに便乗した発言してたんだけど、ちょっと狼だったら6つ次なんで、1番さんの狼は現状ないかなと思ってるんで、現状2番さんと5番さん、この2人を怪しんでます。4番さん白です。4番のプレイヤーが発言します。
はい、村別陣営、特に役職しようはないです。まあ、潜伏の占い師さんがいるかどうかわかんないんですけど、まあ、どっちにしろ3番は真かなと思っています。盤面上ね、まあ、間違いなく3番さんが潜伏どっかにいるっていう前提で私に打ってきてるっていうことはないと思うんで、まあ、3は真でしょうっていうところ。ただ私以外に出してほしかったなっていうところですよね。うん、2番怪しかったから、僕は別に2番怪しくなかったですよね。まあ、印象だけでいくと5、1って感じはしますけど、2番さんって3、4番さんで占い師1人、2人出るか分かんないけどっていう発言だったんで、別に普通かなと思っています。6番さんについては5番さんの発言、まあね、少ないって言ってたけど、6番さんの進行論は話すべきだったかな。6番さんを1人目として動くべきだったかなと思うんですけど、2周5目。番のプレイヤーが発言します。まあ、そうだね。まあ、高一で怪しまれているのかな。まあ、3番さんが僕のことを怪しい。まあまあ、それはしょうがない。もう、僕もね、何も話していない。まあ、3番が真だとする。真だとする。いや、待てよ。僕が占い師だ。僕が占い師なんだ。みんな。僕は6番占ってシロだった。僕は真の占い師だ。6 番やめてのくプれレイヤーよ。が発言します。なんだって？ 5 番が、え、じゃあ、5番3番でしかないじゃん。5番破綻してますけど。はい、5番釣りましょう。5番って6番占ってしろって言ってんでしょ。はい、自分占い師ですけど。はい、5番釣りでいいよ何ね。してんだよ、おばさん。はい。3番、4番だと思ってたけどね、ほぼ。か、あるいは3番が特攻し、破綻の位置での5番が出てきて、3番が騎士にスライドするとかね、そういう線かと思ってたけど、3番、5番ですね、これ。5番釣りましょう。5番ってだって6番占って白って言ってんだよ。はい。いやー、5番釣りでいいでしょう。わかるよね、村のみんな。5番って6番占ってしろ。自分占い師です。5番目線って6番って太鼓で出てんだから黒でしかないんですよ。はい、5番釣り。1番のプレイヤーが発言します。ああ、そうですね。5番っすね。5番釣りましょう。5番、5番。5番っすわ。敵は5番なり。やれなり。2番のプレイヤーが発言します。1番もっと喋れよ。はい。で、5番さんが占い師で出て、6が占い師で、5番さんは結果破綻してるけど、スライドとかないんですか？スライド。この3人の占い師の当たりスライドがあれば、今のうちに入れてほしいんですけどね。3番さんは私が、占い師かし？怪しいって言われたんですけど、怪しいっ5ていう番か逃ね、げた。どう怪しいのかよくわからなかった。6番さんは私に必要だしでしょ？2番手で選択する意味ってあるんですかね？あんまわかんないんですけど。このまま、スラがなければ、5番からっていいと思います。今のところはどうだろう、3の手どっちか、いらない人だと思ってます。3番のプレイヤーが発言します。はい、2番さん怪しんでたけど、まあ仲間には白打たないと思ってたから2はないかなと思ったけど、5番さんが6に白を打ってきて5、6人狼です。5、6人狼。その理由ね、もう6番さんの方が新芽がないから5番さん出てきて、6白を打って、もう5番さん釣られて明日3、6の勝負に持ってきてるようにしか、俺は見えなかった。もう、まず5番さん破綻してるから、5番さんって6白打ってるけど、こう、強靭がいないんで、もう5番さん破綻だから確実に5番さん釣ってね。5番さん釣って、騎士は、別に3号へいりません。3噛まれることないんで、6番人狼なんで、グッジョブを狙ってください。今日はご釣りしかないよ。4番のプレイヤーが発言します。
まあ、普通で行くと5釣りなんですけど、なんかリア強な感じもしますしね。どうなんでしょうね。5番さんって。リア強。ワールドさんでもまあ普通に考えたら、産後とかってあるんですかね。だって3番さん目線、2番さんまで占い師が出てなかったら4番が占い師の可能性ってめちゃくちゃ高いじゃないですか。そこに出して破綻して5番で出てくる、いや、そんなのって夜の断面で話せないと思うんですよね。阿吽の呼吸じゃないとできないんで、5番が狼軸と考えたらもう5、6しかないかなと思っています。あとは6番さんが2番に出してるのって盤面的に結構強いんで、別に潜伏する理由もないと思うんですよね。だから、まあ、6番さん、5番さん、6番さんの発言途中で、あ、ちゃうわ、6番さんがチャット打った後で5番さんが発言してしまったんで、ちょっと連携取れていなかった5、6ローローなのかなって思っています。それか5番さんがリア強かっていうところです。リア強とも大変なんで5番釣りで行くしかないですかね。しかないかな。5番村だったらマジでやばいなと思っています。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのか。いやー、これ厄介だな。5番さんなぜ出た。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番、5番の遺言を発表してください。この世界が狂っている。夜が更けました。人狼に気をつけて、人狼の方は。どんな根拠があるのかな？これ4グッチョ浮きそうやな。夜、昨夜は1名の方が亡くなりました。6番のプレイヤーが発言します。はい、3番5番だね。面白いね。なんで5番って出た。別に3番6番の勝負でよかったんじゃないかと思うけど。はい、一応3番占った理由って、もし3番が騎士にスライドした時に対抗が出た時に、そのどっちかってなった時にめんどくさいから、3番占って白だったら対抗が出た時に騎士でね、3番が騎士にスラして、まあ、しないだろうけど、この盤面その懸念もあったから、一応3番だったら3番黒で、ね、これ6つでも2分の1でグッチョブ出されたら負けなんだな。きつ、これ2分の1でグッチョブ出されたらきついんだな。けど4噛めたってことは絶対噛めるんか。2は1声、1は2声だから絶対噛めるんか。だから1番と2番って一緒にやってる？なんか声がさ、まあ3番つってくれ。1番のプレイヤーが発言します。まあ、とりあえずは、5番、いや、6番、声聞こえねえんだわ。てめえは、ダメだ。そして、おい、2番。短いとか言っちゃってけど、俺、お前、嫌いだから、てめえ、鬼じゃね？いや、6番もちょっと嫌いだから、鬼だね。3番、真面目だね。いいね。2番のプレイヤーが発言します。おかめ男。はい。6、3がお互い黒って出してるんですけど、どっちなんですかね。5番が
まあ、狼やったとして、もし5、6、狼だったらさ、5番出る必要あったかなと思って、6番がさっき出たのに。5番さんがあえて破綻させて、狼仕様を回すということ？5番さんが破綻させて、破綻して6番さんを新芽に見せたかったのかなとか思ったりしたかな。で、3番さん。なんか、白出し先の4番さん噛まれてるし、6番が狼っぽいかな。発言聞きます。3番のプレイヤーが発言します。まあ、6番さん狼仕様してるけど、一応ちょっと喋らして。自分が狼だったら4番さんの占いしかないのに4番さんに白出すメリットがないよね。だから自分がし、まあ自分も潜伏しようかなとは思ったんだけど、ここで4白出せば自分のシーンって爆上がりするんで、もう1周目から出たね。で、5番さんが出た理由ってもう5番さんって釣られて多分、6番さんと3番さんで勝負したいと思ったんじゃないかな。うん、今日は6番さん行って終わりましょ全プレイヤーの発言が終了。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。じっと用意してるよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発ああ、表こしれてくグッださジい。ョブ起きるんやね。いや、なまあ、んけかどグッジョね、ブ起きまんとね。もにやってないと思うんで、3番、5番もこれ作戦じゃないっしょ。5番勝手に出たんじゃないの？なんか面白くねえなと思ったんで、まあ終わってないからね、自分が真なんだけど、なんか1番のあの悪ふざけの感じもつかんかったからね、もういいや、負けていいやと思って。はい。普通に3番さんとやり合いたかったけどね。はい。グッチョ起きたら笑うね、これ。いや、わかんないですね。3番が4番に打って4番が占いだった時にどういう対応したのか、5番がケアして3番が騎士に出るのかとか、そういうとこ聞いてみたかったけど、まあ、それはいいや。はい。はい。疲れいい。夜が更けました。いや、まあ人グッ狼チのョもあるからね。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。あ、1かんそのか。疑いにはどんな根拠があ1る？の方がきしめかな。1騎士なら捨て声してそうだから1かんどっか。これグッチョブ出たらもう大笑いやね。狼仕様されて負けるとか。捨て声してないやろ、まさか。夜が昨夜あはぶ1ね。名の方が亡くなりました。1番、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。ああ、よかった、一騎士だ。一騎士だ。いや、いろいろ聞きたい。いや、俺もわかんない。5番さんがなぜ出たのかがちょっと不明で、俺ちょっと6番さん潜伏あるかなと思って、勝負に出た。ただ本当に出てきたね。